以前番組でお伝えした赤岩市の旧小学校を子ども図書館に改修する工事が完了しました。今週プレオープンイベントが行われ、学び屋に子どもたちの声が返ってきました。国の登録有形文化財に指定されている旧赤坂尋常高等小学校を改修して作られた子ども図書館ホタル。貸し出しではなく無料で自由に本が読める図書館で、改修を行ったのは岡山市で海外の工芸品などを販売するアクシスの大月純一郎さんです。ネパールに10年前から図書館を建ててきました。幼い頃読んだ本の影響で世界各国を旅してきた大月さん。2013年に訪れたネパールで図書館のない学校を目にし、子どもたちにもっといろんな世界を知ってほしいと年に1巻ネパールに図書館を作ってきました。そんな大月さんが地元の子どもたちにも本を通じて豊かな体験をしてほしいとオープンしたのが子ども図書館ホタルです。ここから入ってきてですね、すぐにずわーっとあっちに抜けていくんですよ。みんなで隠れたりとかしながら本が読めるというのはすごくいいと思うんです。本を読むだけでなく図書館を使って自由に楽しんでほしいと、子ども心をくすぐる小屋などをレイアウト。絵本をはじめ芸術やデザインの本など、好奇心や発想を刺激するおよそ3000冊を読むことができます。メッシュキッチみたいで楽しい。アートとか普通の図書館にはないものがいっぱい混じってる。一番最初はやっぱり本で学んだというか、だから子どもたちもまあここでですね、そういう本に出会って自分のまあ想像力とかを豊かにして、まあ世界に出てほしいと。この夏、赤岩市の旧小学校に開館した子ども図書館。知らない世界を教えてくれるたくさんの本が子どもたちを待っています。なお、子ども図書館の入館料は無料で、水曜日から土曜日まで開かれているということです。はい。